今日の福岡一人飯は福岡最安値、なんとラーメン1杯290円の博多ラーメン博多屋さんでいただきたいと思います。人気の定番メニューラーメン定食も580円、トッピングや餃子もおすすめです。とにかく価格の安さにびっくりですね。お客さんもめちゃくちゃ多いんですよ。1976年、昭和51年にこちらの肩カス店が第1号店としてオープンしました。今年で48年になる老舗の博多ラーメン店なんです。すべて自社工場で製造し直売する運営方式で、こちらのお店もチェーン展開されています。基本のラーメンはチャーシュー2枚とネギが入って税込み290円。オープン以来この価格で本格的な豚骨ラーメンが食べられるなんてありがたいですね。餃子は4個で160円です。豚骨なんですがあっさりしていて、シンプルにさらっといただけるスープです。こってり感がなくって私は大好きです。私麺はいつもやわ麺なんですが、まあ福岡ではほとんどの方がバリカタか片麺を頼んでいるようです。で、皆さん、まあ、男性の方は替え玉をされてますね。ちなみに替え玉が100円になります。チャーシューも味がしっかりしていてとっても美味しかったです。まあ、基本的にシンプルなラーメンなんで、まあ、それが物足りない方は、いろんな具材とかもあるのでトッピングなんかしてもいいと思います。麺も食感がよくって、食べ応えがある麺ですね。また豚骨の優しいスープと絡み合って美味しいんですよ。これは本当にね、シンプルに美味しいで、290円はこのクオリティで考えても安すぎます。もう本当にね、博多っ子のソウルフードですね。安い、早い、美味しいの三拍子が揃ったラーメンです。さあ味変していきます。生姜を入れてごまをかけます。このごまを入れることで香ばしさが増すんですね。まあ、私ごま大好きです。さらにラーメンのタレ見つけちゃいました。入れてみましょうか。これを入れるとですね、コクが出るんですよ。私はこれを入れた方が好きかも。そしてニンニクも入れちゃいます。もうラーメンにニンニクはね、つきものですから、本当にいつもねめちゃくちゃ入れます。とりあえず2回ぐらい投入。それにしてもお客さんが次々と入ってきますね。中にはね、学生さんなんかもいて、やっぱり安いじゃないですか。替え玉しても390円ですよ。多分福岡でそんな価格で食べれるラーメン屋はありません。今時ラーメンも高いところだと1000円ちょっととかするところもありますからね。ここは本当にね、超人気店です。さあそれでは餃子をいただきましょう。美味しそうに焼き上がってますね。4個で160円です。私はラー油をたくさん入れるのが好きです。でやっぱ餃子は外カリッと中ジューシー、これがお約束なんですね。じゃあいただきましょうか。美味しそう。餃子はですね、しっとり感のあるジューシーな餃子です。これは10個ぐらいはいけちゃいますね。で、まあ一口サイズなんで、
普通に女性でも多分10個ぐらいいけるんじゃないですか。中もこんな感じで具が詰まってます。いや美味しい。これで160円、めちゃくちゃ安いですね。博多屋さんは現在福岡県内に8店舗あります。カタカス店と川端店は24時間営業でやっています。川端店は中洲からすぐのところにあるので、ぜひ中洲の帰りに寄ってみてくださいね。他の店舗は百年橋店、西陣店、太宰府店、春日店、大野城店、筑紫通り店があります。安くて早くて美味しくていつでも食べれる便利な店がコンセプトの博多屋さん。県外の方も福岡に来たらぜひ食べに行ってみてくださいね。